太陽が昨日より眩しく照りつけ始めたら、真っ白な T シャツに今すぐ着替えて君を誘いたい。サブチャンネルです。イエーイ。キラン、あやなの前髪を見てください。そう、汗です。汗といったら、そう、夏。夏といえば、そう、水着でございます。でででででで私はね、悪夢が蘇るんですよ。水着の季節になると。かれこれ3年前ぐらいですかね。ある AV 女優の方がプロデュースされている水着を購入して、着るとこまでみんなに見せるっていうのをやったんですよ。ボンキュボンの人が着たら様になるみたいなやつだったんでしょうね。私の体を見てください。この平坦な体ですよ。悪くはないと思うんですよ、別に。私がその水着を着たらどうなったかというとね、お笑い芸人のね、野生爆弾がキャラでやってるチェチェナちゃんっていうキャラがあるんだけど、それに似てるねって言われました。アスカキララの水着を買ったのにチェチェナちゃんになってしまいました。まあまあ、もう見れたもんじゃないっていうことになってしまいまして、しばらくトラウマが続いていたんですけれども、そんな時に見つけたのがですね、シーンというサイトがあったので、そちらで今年の夏着れそうな水着をね、ちょっと何着か買ってみたので、もうぶっつけ本番、ここでみんなにお披露目しながら正直な感想をレビューしていきたいと思います。ということで、アングルはこっちにしようかな。こっちにして全身映るような感じでここでやっていきたいと思います。今日はちょっと夏っぽいあの洋服を着てるんだよね。夏みたいな。じゃあ早速着ていこうかな。何これみたいな水着も買ってみてるから、今回は。だからちょっともしかしたらお見苦しいものになってしまう可能性もあるんですが、まあ、商品は悪くないんでね。まあ、でも私って結構日本、ザ日本人、みんなの参考になるような感じになるんじゃないかなと思うんで、もう本当にもうまんま私を見てもらって、あ、こういう感じだったらやめようとかさ、あ、これだったら着れるな、買おうとかさ、そんな感じでね、参考にしていただけたらなと思います。じゃあ早速、レッツポニーテールとシュシュ。エントリーナンバー1、ストライププリプリブルーハワイシャーベット。縦縞が体を細くして見せる効果があるんじゃないかなといった印象。めっちゃ可愛いかもしんない。え、これ可愛くない？え、可愛いか、可愛くない？結構可愛いと思うんだけど。お腹の傷もバッチリ隠れて、おへそも隠れるから、ふって引っ込ませれば結構な詐欺になるかもしれない。そして胸が大きすぎる人とかね、小さすぎる人にとっても、ここがこうすごく隠れてくれている、これすごく嬉しいです。ちなみに私は今ここにパンパンに布が詰まっているので、おっぱいが大きく見えますが決してそうではありません。お尻がはみ出てしまう現象、はみじりに関してはまあちょっとご愛嬌ってことで、まあちょっとあのヒール履くとかしてごまかすっていうかね、ヒール履いてちょっとスタイルをよく保たせる、これなかなかまあいいんですね。私的には気に入りました。わかるかな、このね、お腹がね、こうね、一回膨らんで、こう、ふーってなって、ふーって縮んだ、このシワがすごいの。こうやって前にこうやってかがんだ時とか。これやばいんだよね。この傷もね、これすごいね、結構ここまで来てんですよね、ここが。ここの傷がね、これもちょっと目立つの嫌だから、ここまで隠れるとすごいいいよねっていう感じだよね。で、ちょっとどんどん次着ていきたいと思います。桃色ハートアタックハイレグ女です。これお尻がキュンキュンで、あの全然ダメですね。ちょっとこの形はミスった。この上半身はすごく可愛くて色もいいかなって思うんですけど、ちょっと下半身があまりにもウィーンすぎて、こうコマネチラインがもうガンガン で後ろなんてもう到底見せられたものではないという感じになっています。お尻がまん丸に出ています
こう棒の間にお尻がこう出てるみたいな感じの水着になってる。これ私はちょっと無理だね。あまりにも輪尻すぎて全然セクシーじゃないんですよ。なんか子供みたいな後ろ姿も。3着目が、ちょっとむずいですね。下まず黒いこういう1枚ビキニで、ちょっとなんかやばいんですよねこれ。だからなんかこういう風になってて、上がここにパッドがついてるのね。ここにパッドがついてんだけど、だからこうなんのかな。ちょっとあまりにも露出が激しいので、あの上を着させていただいてるんですけど、どういうことっていう。ちょっと待って、これ私これ知恵の輪みたいなことするの本当苦手なんだけど、ここがパッドなのよ。あ、待って、見えてきた。待って、こうでしょ。ちょっと待って、やばい、来た。ここが背中よ。ここが背中、タグ左側に来るのがね、正解じゃん。あ、来た。こうじゃん。で、多分、あ、来た。こうじゃない。来た。これ、やばいな。で、多分、こうみたいな。こんなようなことになるんじゃないんでしょうか。角煮作る時の豚のブロックみたいな感じになってます。美味しそうな仕上がりになってます。これでも全部安いんだよね。ここの首のこの感じとかちょっと、あの、いいよね。こう。ここがすごい安心感はある。こう支えられてる感みたいなのはすごいあります。でもやっぱ、水着って、さすがに、この、着る人を選ぶよね。本当に。これ私、ちょっと無理だわ。アリアナグランデしか着れないかな、ビヨンセとかね。続きまして、あ、これいいんじゃない。次、4着目着たいと思います。うわ、安心感のある。あ、いい、めっちゃいい。ちょっと待って。来ました、4着目水着こちらです。はい、これですよ。これが一番、ありがたい。これ最高。お尻もすっぽりと、ここまで隠れてくれていて、そして、このお腹も全部隠れてて、で、胸も、こういう感じでこう隠れて、全部隠れる。これめっちゃいいですね。これ最高かもしれない。超安心感ある。1着目に着たやつは少しだけお尻がね、こうちょっと心もとない、あ、お尻出そうみたいな、なんか怖いな、不安だな、ちょっとあったんですけど、でもすぐ柄も可愛くてよかったから着たいなと思うんだけど、まあ、若干お尻が出すぎてるかなって感覚はあって、もうね、2人も子供産んでるんで、あの、すごいもう自信がないからさ、体には、いや、なるべく隠したいわけじゃん。これいいよ。え、これめっちゃいい。これめっちゃ着たい。これ普通になんか沖縄行きたい、これで。お腹も隠れるし、お腹出てんの こんだけだしさ。でも、なんか、色気なさすぎない感じでもないし、程よい若々しい感じになってるんじゃないかな。いい気がする。え、これすごい気に入った。やった、嬉しい。ポニーテール、ね、しながら、ねなでね。今自分でさ、自分の体をまじまじと見たんだけどさ、脇とかやばいしさ、ここボヨボヨなんだけど、もう無理だ、生きていけないよ、こんなだったっけ私って体。もうあんまり言わないでね、みんなコメント欄でさ、あんまりさ言わないでね。やばくないみたいな、お願いだから拡散しないでね、ツイッターとかで。もう私昔にさ、一回さ、あのトラウマがあるからね、あの、アスカキララの水着買って、それチェチェナちゃんって言われて、リツイート、何千リツイートみたいな。ひどいよね。私のこと何だと思ってんのって感じでみんな、もう嬉しいんだけどね、ちょっと。はい、次で最後になるかなと思うんですが、切れましたので、出ていきたいと思います。じゃーん、4着目でございまーす。なるほど。確かに可愛いな。でもちょっと私サイズをミスって注文してしまいましたが、ここがね、すごく緩いです。上もちょっと緩いかな。これサイズ M だったんだけど、S でよかったかもね。で、心配のこのお尻の部分はちゃんと隠れてくれています。上もいい感じですね。これレースがすっごい可愛くて、女の子って感じで、めちゃめちゃ可愛い。すんごい洋服みたい。もうこのまま全然なんか表参道行けますみたいな感じなんだけど、全然可愛いよね。下のこのビキニを変えてしまえば結構いいかも。これ下私はパンツにして、
こうデニムとかのやつにしたりとか、なんかちょっと変えてもいいかもなって思った。でもすごい上のこれがめっちゃ可愛くて、なんかこう写真とか漏れそうだよね、イエーイみたいな。はいはいはい、ということで今水着全部着終わったんですけど、一個だけ着てないやつがあんのよ。このケアベアのやつだけど、私こんなの頼んだっけと思って、ケアベアのなんかバチバチニキビ、いやニキビじゃないか、間違えた、バチバチビキニ、これちょっと私さすがに私着れないなと思ったのでもう着なかったんですけど、こう日よけがついてて手にね、これめっちゃいいなと思ったの。このちょっとビキニの部分はあまりにもあまりにもすぎて、ちょっとこれは私年と場と立場わきまえてって感じになってるので、これはちょっともう少し若い子にね着ていただいて、すごい色合いは可愛いんですけど、であとこのこれもねついてて上から多分かぶせて着れるんだけど、シースルーみたいなね。でこれプラスでこの日よけ、腕にこうやってはめれるこれがついてて、これもケアベアなんだけど、これめっちゃいいなと思った。私日焼けが本当にしちゃダメな体質っていうか、もう真っ赤になって痛くなっちゃうから、これで腕を隠せたら最高にいいなと思ったから、私の今年の夏はねこの水着プラスこのケアベアのクマのやつで肌を覆うっていうことをしたいと思う。やっぱ水着の通販って難しいね。難しいけど、でも値段がマジで安いから、ちょっと失敗したとしてもまあいっかみたいな、一回ぐらい着とくかみたいな感じで、ちょっと挑戦的な水着を買ってみてもいいのかなって私は思った。 あとこれね、このピンク色のこれも結構上半身はすごい良かったですね。私みたいなデーンっていうお尻じゃない人だったらもう全然これいいと思う。すごい色がパキッとしてて可愛いし、水着ってやっぱなんか普段着ない色とか普段着ないような形とかを着るからこそテンション上がるじゃないですか。だからちょっと派手だったりね、露出多くてもねいいと思うんですよね。はい、ということで今日はねシーンで水着を買ってみたよというサブチャンネルでございました。隠していきたい年齢なんで29っていうのはね、ちょっと水着選びにもかなり慎重になる年頃ではあったんですけど、まあ、こういうなんかこう価格も安くて手軽な感じでこう頼めると、ちょっと挑戦的な水着を買ってしまうものだなって自分でも思いました。黒のこれはね、想像ではもうちょっとかっこよく着れてたんだけど、まあ、ちょっと私の体型には厳しかったかなっていうところは正直な感想ですね。はい、もう今みんな結構ショッピングサイトめっちゃ使ってると思うから、もう知ってるよっていう人いっぱいいると思うんだけど、まあ、詳しいことはね概要欄の方にも貼っておきますので、もしね知らない人とかいたらチェックしてみてください。本当にいろんな種類の服とか水着とかカテゴリーが分かれててね、見やすいからちょっと見てみてもいいんじゃないかなって思います。何よりも価格が本当に安くて、それでこの水着出会えんのめっちゃ私はいいと思うけどね。これめっちゃ可愛かった、超いい、これ普通にめっちゃ着ていきたい。やっぱプチプラがいいですね。なんか私一時期ブランド物とか高けりゃいいみたいな時期一瞬来たんだよね。恥ずかしながらっていうか、ちょっとブランド品に興味を持ってしまった時期があったんですけど、意味ないのよ、あんまり。高すぎる服とかってマジであんま意味なくて、もう安くていいものを見つけていくのがこうこっからの人生の楽しみになっていきそうな感じではある。いやもちろんね、小物とかカバンとか靴とかかけるべきとこでかけるのはいいと思うんですけど、結構水着とかさ、まあ、消耗品っていうか、まあ、次今年来たら次これがいいなとかも趣味も変わったりするからさ、こういうなんか安くていっぱい買えるサイトとかでちょっと3着ぐらい買ってみて良かったのを着るとかすごいいいと思いますね。ということで、お見苦しいお水着姿を見せてしまったかなとは思うので、皆さんこの後ね、体の綺麗なインスタグラマーとかね、なんかこうサイトでね、シーンとかで、あやなんじゃなくてこの人が着ればこんなに様になるんだなっていうのをちょっと実際に見てもらって、あと自分の体型と照らし合わせて、まあ、参考にしていただけたらなって感じですね。はい、結構勇気のいる
勇気が行ってこっちもね水着姿さらしてるわけなんで、あんまねこう好き勝手言わないでくださいね。好き勝手言われるためにまあ YouTube 上げてるけど、まあ、この間みたいなあのチェチェナちゃんみたいな拡散とかは本当に勘弁していただきたい。あのツイッターだけは本当にやめてほしいね。うん、もうめっちゃ面白いんだけどね。これ振りだけどね。まあでもあんまりそんな面白いのはなかったかな。普通になんか良かったかもしれない。ということで、まあということでもう夏目前。もう今年はちょっとプールとか川とか海とかなんか出かけてもいいんじゃないかなと思うんで、皆さんも夏祭りとかもね、花火とかもやるところもあるから、夏のレジャーを楽しむためにも、たくさん買い物をしてみてもいいんじゃないかなと思います。私も引き続き、ここのサイトからちょっと水着をもう一回見てみようと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。